さすがにちょっとタッチ悪いな。どうも。状況によっては松ストップさん、そろそろ慣れてきたか、きっと。なんか、慣れてこられた感があるんだよな、ちょっと。おーっと、大きく危ないね。とりあえず守備でゴリ押す感じがあるけど。まあ、しっかり押さえていこう。やばい、やめろやっぱ慣れてきたか、ピッチャー。変えよう。いかん。いかん。完全にやられた。いや、甘く入ったな、今、完全に。成功。この野郎、苦しめ。すごい打ちづらい、こいつで苦しめ。逆に上手い人に、でも上手い人には通じねえんだよな、これ。上手すぎる人にはね、あくまでも。ちょっとある程度スピード慣れてきた人に対して、これがすげえ効くんだよ、このピッチャーが。第3球を投げました。うい、打ちづれだろ、すげえ打ちづれだろ。分かってんだよ、俺もやだよ、こんなピッチャー。よーし。え、ちょっとセンター、前、うっそー。あっさり打たれた。すげえあっさり打たれた。マジか。おーしゃ、ゲッツー入った。うい。足早く間に合う？よし。1点がきついな、おい。マジか。しかもこれ9番からだろ？まいった。あ、ピッチャー。タイミング間違えたかな、使うタイミング。ピッチャー交代のタイミングを明らかに間違えた。まあいいや、もう。こればっかりは。喉が失礼。すぎし、なんだと？なんだと？まさかの OB。野手だけだと思ったら、投手にも OB を起用してくるとは。やりますな、なかなか。ああ、なるほど。わあ、これはもうちょっと、胸を借りる思いでいかなければ。ああ、もうムカつく。もう、こんなポコポコあたりはばっかやっちゃダメなのにね。これダメだ、俺もう本当にちょっと。ダメだ、しばらくパワープロをちょっと休もうかな。本当に。あまりも負けが込むと、さすがに俺もね、もうきついよ。ラッキー。なんだと、こんなみか。いや、だって、なんだと。そりゃ無理もないよ、これ。すげえ気持ち悪い、もう。すげえ試合簡単にす、お腹が片付けられてるもん。しばらく引退っていうか、どうだ、急、なんだろう、長期休暇かな。やり込むべき。いやーね、悪いけど俺パワープロ1本で絞れるほど余裕はない。他にもちょっといろいろあるし、今。プライベートでちょっと厄介なことあんだよ、今。話すとちょっと長くなるから言いたくはない。なんでもないわ。あんまちょっと言うと、ちょっとバレちゃうから言わないけど。ちょっとね、個人的な理由で。パワープロ失踪事件。いやね、だって、勝てないんだもん。ここだって俺、本当に、5、6、7、7試合ぐらい負けてんだぜ。下手すりゃ。負け続けてだから。しかも、不戦勝だってなかったよ。いや、事件は起こしてない。事件は起こしてないけど、ちょっとまあ、そのね、いろいろと、頼まれたり、やれあれで、ちょっと、みたいなね。あるんですよ。こっちはこっちで。さあ、そんなこと置いといて。ああ、OB 打てる気がしねえよ。OB、確かに強えもんな、明らかに。1点な。そりゃ、リュウさんも勝ちてえもんな、考えてみれば。すいません、向こうもガチで来てんだから、当然こっちもそれに応えなきゃいけないよね。あー、もうムカつく。やだ、もうこの、あ、ラッキー。あ、救われた。オッケー、救われた。温情プレイ。よし。あー、もうだからなんでこういうプレイを。ダメだ、もうダメだ。いや、もう俺は温情プレイをこうやって普通にドブに捨てる人間だから。ここまで露骨にさ、してるとさすがに。あー、くそ。こんなヒット続けても仕方ないんだよなぁ。あー、もう腹立つ。すげえ、あ、ラッキー。よし。ありがとうございます。さっきはすげえ温情プレイばっかしてくれてんだけど。ターニングポイント。小村さん、お願い。ボール球だね、今のは。ここ集中しないとね、さすがに。投げてこない。
ちょっとお願い、文章に起こさないで今ね、文章読みたくない。読んでちょっとそっち目をやりたくない。あーもう、ダメだー。ごめん、ちょっと当たった。すごくなんかこの気持ちを誰かにぶつけたかった、今。そりゃそうだよな、ね、考えてみたら米するなっていうのは無理な話があるよね。ごめんね、ちょっとあまりにも露骨に負けが込んでるもんだから、もう俺余計めちゃくちゃなこと言ってるわ。その犠牲者、うん、すまんね、ちょっと、うん、ちょっと犠牲になってくれ。俺は今誰かに当たらないと気が済まない。俺このままだと暴力事件起こし、あー暴力事件起こしそうだ、このままだと。頼むよ。うん、被害者が出る前に君がまずはちょっと犠牲になってくれ。すまない。さあ、スカイすれば早い。まあそうなんだけどね、そう言ってしまえばそれまでだから。ああ、そうなっちゃうんだよね。だから結論だから、もう我慢だ、我慢。やっぱりそういうのはね、人間我慢できたやつが言う、いい強い。だもうやめて。これ終了5分前ってか、もう俺のパワプロ人生5分前終了じゃないの？違う？なんでもない、ごめん、ちょっと訳のわからんこと言ってるわ。あんまりも負けが込むと人間ってこうなるんだな。冷静にならないとね。参ったな。いやね、俺はね、今ね、パワープロね、あんまりね、進まないんだよ。だってさ、むしろ、いちいち気にするの負けよ。まあね、いや、そう言いたいんだけど、俺、負けづらい、結構、負けず嫌いってか、すごいそういうの嫌な人間だからさ。言ってしまえばそれまでだけど、うわーってなるタイプだから。さあ、来いや。ああ、もうムカつく。気持ちはわかるけど。でしょ？それだよ。それと同じだよ、きっと。負けが込むとイライラする。それが今ね、来てる。しかもね、リュウさんと俺だったら、明らかにリュウさんのがね、パワープロの歴はね、浅いんだよ。だから、それをここまで露骨にね、負けるとなると、それはもう、当てたくて仕方ないよ、何かに。ダメだこれ。でも俺かなり下手くそになってる。ダメだこれ。もう俺ちょっと待って。上無理なんじゃねえかな、俺勝てる気しねえ。サクセスすべき。いや、サクセスね、やりたいんだけどね。やるか、今度。何か。なんかネタちょうだい？せっかくやるんだったらさ、動画にするのよ、俺。実況動画にするからなんかネタちょうだい？うん、苦しいのは分かってくれよ。生みの苦しみは君たちは分かれ、一度。ごめん、当たっちゃいけないね。生みの苦しみを一度分かれ。全くもう。分かるさ、分かる？本当？あ、そう。あんま文句言うと、それこそ、単なる本当に八つ当たりだから。俺も下手だから。あ、そうなの。いや、選手を作るの下手なんだし、動画を作る生みの苦しみも味わってくれた、一度みんな、ちょっと頼むから。まあいいや、それは置いといて。うい。最高、最後。ここも3人で抑えて。なんで振ってくれないんだよ。ああいうとこ振らないとこが割とも、ああ落ち着け、俺、落ち着け。ちょっと、冷静になってないよ。えい、パールー。これ、まずいな、これ。全然勝てないもんな。ああ、嘘。あぶね、よし。おいおい、バカ。あぶね。よっしゃ、あぶね。好きなアニメない、ごめん。ワンパンマンは見てるけどね、今。そんな特別何が好きってのあるわけじゃないんですよね、俺。ああ、ダメだ、リュウさん、負け。もうダメだ、この人ガチだ。やっぱり、そりゃそうだけど。もう、温情、ああ、もうバカ。何してんだ、ちょっとやばい。落ち着け。すげえ落ち着け、俺。よし。なあ、おお、危ねえ。よし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 。いいよ。どんどん繋げていこう、こうやって。フォークから入るんだよなぁ、毎回。きついなぁ。よしギリあるぞ、これ何か。何か、やめろ！あっ！おぉ！来たぞ、流れが。ようやく。お、まさか？いや、待て。油断大敵の用心、杉下さんはそんなにやわな投手じゃない。なんでストライクだ！ボールでしょ？嘘だ、あれストライク入っちゃ俺もう手出しできねえよ。厳しいですよ、本当にもう。あ、どうだ。かー、取るな、よし。危ない。さあ、来い。
うわーやばい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 、あーくそマイヤー、1点差まで来ました。終了まであと1分になりました。最高、ここ大事だよ、最高ここ大事。うわーいや待て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 、ツーアウトランナー2塁、さ最後行こう、ここターニングポイント、ここ追いつくかどうかで決まるから、逆境丸もっと強かった、ここ追いつこう、攻めてここ3、よし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 、あー取るな取るな取るな、放送内に終わってしまった、やっちゃった、なんでこう、あーもうダメだ、うん、ここまで露骨に巻きが込むとダメだ、はい、というわけで、本日は枠を終えます。あ、じゃあちょっと雑談枠して終えましょう。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様、あ、しんどい、ありがとうございました。いやもうね、もう自信喪失も何もないよ、いろいろ不調なんですよ、ちょっと次枠ね、雑談でそれ俺愚痴るわ。